スタッフさん、スタッフさん、あ、ちょっとよろしいですか。私は御社のね、人の内面にはその人自身が歩んできた人生が反映されるという考え方に強い共感を覚えたんです。だからこそ御社のね、マスクをつけて見た目にとらわれない婚活パーティーに参加したんですが、ちょっとマスクの面積足んなくない？とらわれちゃわない？ねえ。いや、だからそのこの参加者のマスクが私にはちょっと面積足りないんじゃないかっていうふうに言ってるわけ。見た目におけるすごい重要なファクターがこぼれちゃってるから取られちゃうと思うのよ。いや、あのスタッフさん、そんなことございませんっていうあなたの目線が上なのよ。ね、主催者側が取られちゃってるじゃん。ね、スタッフさん、いや全然本当にそんなことございませんって言うけれども、実際にそういうことがあったのね。でさっきね、私この会場をね、シャンパングラスを持ちながらね、こう歩いてたわけ。こうワク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 しながら歩いてたの。そしたらね、女性の声聞こえてきて、え、ハゲファントムじゃないって。え、今夜12時あなたの髪の毛いただきます的なって聞こえてきて、で靴ひも直そうとしたらね、毛深い膝じゃないって聞こえてきて、見た目にとらわれないパーティーですっごい見た目の悪口言われたねえ。しかもみんなマスクをつけてる安心感から SNS のノリで言われるねえ。思ってたパーティーと違うのよねえ。いや、これ内面重視のパーティーにするのであれば絶対にフルフェイスにするべきだと思う。うん、いや、私だけフルフェイスだったら消去法でハゲじゃん。え、そうじゃなくて全員フルフェイスにするの。うん、いや検討しますってさ。いや、その私本当今回にそのかけてたというか、本当に楽しみにしてたのよ。うん、というのもそのハゲを克服した自分の内面にすごい自信があったから。うん、だってハゲを克服するってすっごい大変じゃん。大変なのね。でそのスタッフさん、ハゲたことないから分かんないかもしれないけれども、そのこれからね、その人がハゲるって時の 髪の毛の抜け方ってね、もう本当にすごいのよ。え、髪が砂鉄で手が磁石ってくらい、もうバン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 抜けていくのよ、ね、で自分がまさかハゲるなんて思ってもないもんだからマジで思うの。え、寒毛期かなって。そうそうそう、ワンちゃんとか夏になると髪の毛抜けるやつ、あれかなって。冬になったらまたモコモコに戻るのかなって。でも私の頭にモコモコなんて、冬なんて戻ってこなかった。常夏ずっとサマーカットね。聞いてますね、聞いてます。うん、いやだからね、でもいや私ももちろん抗ったのよ、その育毛とかね、そのなんかこう頭皮のマッサージとか、あと最終的にはね、お祓いにも行ったのよ。そう、お祓い。そしたらね、悪いカッパが3匹取り付いてるって言われて、そのカッパがね、その私の髪の毛をむしってるっていうの。わっわっ、これカッパの鳴き声ね。わっわって、ここにお皿を作ってさ、仲間に引き込もうとしてるっていうのよ。しかもね、この私の周りをこう取り囲んでるわけではなくて、この縦に一列にね、3匹がこう並んで、その3匹がもうこう入れ替わり立ち替わりね、こうわっくるって待って、ごわんくるって待って、ごわんくるって待って、織田の鉄砲隊、織田の鉄砲隊方式。本当に私もワンワン泣いて、結局大金払ってお祓い してもらったけども、このざまでワンワン泣いて、でもそれにも負けずこうやって強く生きてきたの。そんな私の内面の輝きをみんなに見てほしかったのよ。いやいや、見えてますって言うけど、あなたが見てるのは頭の輝き。